ょっとね、どうなってんのこれ。こういうことか。耐熱バンテージっていうものを巻こうと思います。最初分かんなくて、足が異様に痒いなと思ったんですよ。その日なんで俺こんな足痒いんだろう。超強烈な虫にでも刺されたのかな。新種の虫でもとんでもねえやつに刺されたのかって思ったんですよ。そしたら違くて、このマフラーの熱で足が熱くなって、それで痛くなってるっていうか、痛がゆくなっちゃってるっていう。なんだよ。こう外して、ここまで巻けばいいのかな。どこまで巻こう。なんかこの繊維でケバケバするからって言って、こういう手袋をつけた方がいいみたいです。痒くなっちゃうんだって、この繊維で。絶対外した方がやりやすいっすね、これは。当たり前だけど、なんか怖いじゃないですか、外すの。ただこれを繰り返していくだけです。熱が収まってくれればいいんですけどね。いや本当に足置いてるだけで熱くてね、最初マジ気づかなかったからな。超強烈なダニにでも刺されたのかと思いました。来た来た来た。うわ、なんか虫がすげえ来た。ちょっとこの辺怪しいな。ダブついてんなこの辺。もうやり直す気にならないな。やっぱこの辺がね、外さないでやったからかなり弱いっす。ふかふかしちゃってます。まあいいでしょう。ここに足を置くじゃないですか。だからここの的なりなんで、足がめっちゃ熱かったんですよね。うまいこと言ってはないけど、なんとかなりました。だいぶ変わりましたね。やっぱ白のが良かったかな。まあでもこんなのね、安いんで、そんな高くないんで、気が向いたらまだ買えます。多分気が向かないと思うけど、めんどくさいから。どっちでもいいよ。いやー、白のが好きなんですけどね。GL が白だからな。やっぱこっちの方が良かったかな。半分ぐらい被るように感じて巻いてきました、なるべく。そしたらぴったりでした。5メートルだったかな、これ。5メートル。こっからここまででも5メートル必要だったみたいですね。やっぱ結構かかりますね。良かった、足りてちょうど。じゃあ、以上です。